もう最悪やマジで。もううわもう入院とか言うてしもてるやん。もうもうマジで消えてほしい、ああいうやつ。ちょもうちょ一日一日見して、もう優しく。お父さん優しいのね。でも病院連れて行っても、あとその後に裁判所行って、ちゃんと。なんでお前見てなあかんの俺。直れ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 。はい、直りました、イエーイ。よし、いや、いい勉強になりました。でもまあある意味でストレスを全マッハで消すっていうことができるってことね。いやもうこれ魅力勝負でしょう。これは魅力勝負です。今もう完全に読みましたんで、コモリコモリ、あ、間違えた、ダンスダンスでいいんじゃん。え、この4つで俺もいけると思う。農場はもう、いやもういかへんから潰してしまうから、もう農場はこれこれこれ、いやこれ俺いいと思うけどな。対抗祭で会おうやから、今度はもう酒場には二度と来させへんから、あいつに。まあ気立て維持やろこれ多分。今気立て維持してんの。190に増えました。190にも増えるってちょっと。あ、桜祭や。桜祭何何を競うやつ。美人を競うねんて。魅力やんな。いや、ちょっと待って、これ今の俺らを測ってみようぜ。今の俺らを。左を見ても右を見ても美人ばかり。来なきゃよかった。あー、3位やん何こいつらのこの数字。なあもうええって。倍あんねんけど。4位かよ。え、マジでこんなにチビチビ上げてんのに俺今。日頃のレッスンの成果やって。あ、ほら来た、俺強く、ほら UFO やん。ブーンってして、ほらブーンやん。ほら見て、ちゃんとブーン。ほら飛んだ飛んだ飛んだ。 点数何点？50点満点の0点ストレスを減らしておくのも一つの手だよダンスするのもレディーのたしなみか。素敵なドレスを着て踊りたいものだわ。ちょっと絶望を見たなぁ俺。228で4位で1位400言うて、これ変える方向。そやね、行商人来たら全然ちゃうねんけどな。やっぱ魅力高めで気力も気品も高まるから、この2つをガン伸ばしして、でまあ会話しといて、時に優しく。我が家は由緒正しい家系なのに、うん、今のご気楽ぶりは嘆かわしい限りだよはいはいはい、そっちがそう来るならこっちもっていう感じはしますけど。いや、ここどうやったっけな。俺ここめっちゃ上がった気すんねんけどな。いや、料理なんやろな。料理っていうのはないと思うねん多分。だから料理か、一回ずつ見てみてもいいな。武術か音楽やねん。もう絵画はええかな思ってて、これは何やったかほんで俺もう思い出せへんから、一回料理入れて一回これで実行。これでちょっと一回見して。スタミナプライド気品が上がっていくねんな。だからプライドはどっかで下がるから、コモリとダンスの組み合わせは間違いなくバランス取れてて、モラルがちょっと下がってるけど。武術チャンスきた。あ、武術です。あら、私は刺繍の人やん。これペピトーンです。ペピトーンやつ。お料理が上手な女性はそれだけで魅力的ペピトーン。美味しいお料理を作って食べてる。メガネかけるとこいっぱいあるこの人いやな、魅力が何が上がるのか見といてな。ちょっとこの私にお料理をしろだなんて。じゃあな、紫キャベツみたいな服着てるから。じゃあセンスか、センスやったわ。音楽教室にようこそ。私はこの国一番の音楽家、ミッチェル。ミッチェル。私が君たちに音楽の素晴らしさを教えてあげよう、うん、では早速始めようかな。音楽は何やろな。センスの伸びやばないこれ。えぐセンスめっちゃえぐない。音楽のセンスめっちゃえぐ。いやこの、いやもしかしたら、ワンチャンやで。ワンチャンセンスが良ければダンスのやつとかめっちゃ上がるとかない？あるよな。いや絶対あると思う。だってセンスで競う大会ってないのよ。
だからこれが例えばここまで行ってたらダンスの伸びとかエグいみたいなことあるんちゃうかな。やったら音楽やわ。むしろこう万声大器万声型だから。いやでもな、気になるのはクレアおばさん入れといた方が。じゃあ今ちょっと休憩入れるけどこれ。いやもう一回行ってもいいと思うんだけど。ちなみにいやクレアおばさん気立て上がったやろ。センスと気立てが上がってるやんか。クレアおばさんと赤字俺今。うわ赤字やん、きつ。もう一年経ったん。あーもうほんまに栄光、物ごつ栄光やわこれほんまに。いやーお金ないわー。この収支のバランスが妙にようできてんねんよマジで。このゲーム誰作ったんやろほんま。話したいわちょっと一回小1時間ザワタビで。いやでも小森やな。いやでもな、メイドってな、メイドやったら魅力上がったと思う。確か上がったよな。メイドって魅力が上がって小森は気立てが上がんねん。こっち気立て下がったっけ。下がったら終わり。もう気立て下がったらもう仕事ができになるから。やったら酒場はいらんもん。犯罪の温床やからここ。ただのそうなんよ、ここ犯罪の温床なんや。だからその代わりこれ身を打っての 15G なんです。ごめんちょっと 音抜けたけど、イヤホン抜けたんや。行儀一回見ていい。行儀一回見よう。今シーズンのお嬢様の、わー音楽でかいわー。クレアおばさんと音楽がめっちゃでかくて、今シーズンちょっと伸びわけわからんことなってんな。いやちょっとよろしくないな。伸ばさなあかんとこ伸ばせてへんもんな。でも73上がりから始まりの7上がりやから、収穫祭や、収穫祭出るかこれ俺。何これ、何で勝負してる。もうほんまこいつマジ思んないんだけど、わけわかんないあいつ。これ以上私に何をしようというの。で気立て下がってるわみんな、どうやら。気立てが下がってるようです。みんな集まっとるかな。でっそな。いいやほら、はい一礼やろ、礼して入ってきて礼やろ、始め、あのね、始め。0点、はい、何も分かってない。優雅さチェックは一応動作は問題ないが、動作動作ってお前電子レンジちゃうんやから。もう私ってすっかりレイディーって感じ。知力が低いみたい。どうやらみんなどうやら知力は低いみたいやわっていうのは今分かった。あれだけ投資で見てみてな、今シーズンそれ分かりました。とにかくもう礼儀作法はする必要なしなんで、ダンスレボリューションか。まあ毎回休憩入れるわ。会話もう厳しくや。何やねん、何やることなすことお前もう恨みやんけ。いや今んところ一番直感良かったの何って言ったらダンスと音楽じゃん。これで一回言うて、まだ今何歳これ、12やからな、あと6年あるから。そうそう、ステラレボリューションで、まあ、これ自由行動でもうスタミナは絶対、スタミナちゃうわ、ストレスは減るから絶対マイナスが0ぐらいまでいくから、これで俺太刀打ちしていか、いやここやっぱりこれちょっとワンチャンかけていい今回音楽で。これステラおばさんって言ってたけど、ここちょっとかけてみたいな。センスを上げまくることによって伸びがエグになるんちゃうんかいう罠。新年園遊会どうする、でんでもよくない、これでんでもええよな。ちょっと俺スケジュール乱されんのが尺なんよこれで。ちょ悪いけど ここ俺も俺の判断で出ないでいくわ。一回このびっちり組んだスケジュールで見てみたいね。いつも小森のおばさまをなくされるから、気力がないと仕事が続かないかもねえやろ、そうかもねえやろ。魅力群伸び、魅力プライドスタミナ群伸び、センス群伸びの気立てと気力が上がる。いやこれいいな、これいいぞ、良いぞ。気力上がって、いや気力が上がるから仕事にも生きてくるし、センスが上がったらもしかしたら伸びが良くなるって可能性あるから。ちょスタミナマイナスやな、スタミナマイナス。たまにバカンス入れるのやありちゃう。なんか
徐々に溜まっていった時に5クール後ぐらいにバカンスで帳消しみたいな感じにしていこうかな。ステラ革命と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければね、ゲームの動画とかね、生放送とかそちらでお会いいたしましょう。それでは皆様、本日の一日お疲れ様でした。